はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。毎月10の日はドラゴンクエスト10で遊ぼう。みんなで挑戦、破壊神、指導、討伐隊ということで、まあこちらを今回やっていくんですけども、こちらがですね、まあなんと自分10の日だけだと思ってたんですけど、よく見たら4月8日からやっているということなんで、まあこの期間中に倒すことによって、福引券40枚がもらえるということなんで、まあ初心者の方もぜひともやってみてください。まあそういうわけでこの期間中は指導のその参加参加者がまあ結構増えてるということなんで、まあかなり遊びやすいかなと思います。でちなみにこちらの指導なんですけども、やったことない人に関しては破壊編のクエストをやるところからになってしまう。まあなので、まあそちらに関してはちょっと各自で調べてほしいんですけども、だいたい時間にしたらだいたいまあ4時間ぐらいかな、それぐらいかければクリアできる内容になってるんで、まあぜひともこの間にやってみてください。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。必要体制なんですけども、まあ、あるといい体制は混乱、毒、麻痺、幻惑、まあこれぐらいですね。まあ前衛色のみ幻惑が必要みたいな感じで、まあただこちらなんですけども、揃えるのがめちゃめちゃ大変ということで、混乱はわかる、麻痺もわかるし幻惑もわかるんだけども、全部揃えようとなるとまあかなりのお金がかかってしまうので、まあぶっちゃけなくても大丈夫です。まあ自分の場合はおすすめしてるのは混乱体制だけはつけていくということで、まあ実際今から買っていきましょう。新しい防具でまだ混乱耐性持ってないんで、こちらの聖域ですね、今回バトマスで行くわけなんですが、こちらの混乱ガード 100% を見ていくと、まあそこそこプラス3だと23万、まあところがこちらですね、プラス2だと17万とかそれぐらいで入手できるんで、まあ相当お手軽に、まあせっかくであればこの値段だったらプラス3にしておきましょうか。まあほんのちょっと守備力が高いぐらいになってます。まあそういうわけで、まあ、麻痺に関してなんですけども、硬直時間が短いのと、まあ、毒に関しては、やっぱこう、ゼルメアとかでしか入手できないんで、自分なんかまだ持ってないんで、まあ、それはドンマイとして、あとは、まあ、幻惑耐性ぐらいですね。まあ、こちらの普段メイブやってるんで、幻惑耐性あるんで、こちらをつけていきましょう。まあ、そんなこんなで、混乱と幻惑耐性だけつけていれば、まあ、前衛色としては、まあ、OK かなって感じですね。まあ、あとはついでなんですけども、闇耐性は持っといた方がいいです。まあ、ダークタルトなんかもお金ない人は星2で大丈夫なんで、星2だと多分1万ちょいで買えると思うんで、まあこちらですね、1万5、6000。まあこれぐらいの出費は出してください。はい、というわけでこんな感じで、まあ闇耐性と混乱と幻惑、これをつけていけば、まあ結構いい感じになれます。まあそんなこんなで準備ができたんで、同盟バトルからやっていきましょう。はい、というわけで、先生、皆さんがマッチングするまでに1分28秒待ちました。まあ結構こう待ちました。まあ、割と待ってるだけで1分ちょいってかなり長めに感じるんで。まあ、そういうわけで、こちらなんですが、指導で負けてしまうと、ここからやり直しになってしまうんで、マジでまあ、いい感じに立ち回ってください。今回のパーティーとしましては、バトマスレンジャー、道具使い、デスマスター、僧侶、バトマス、占い。まあ、デスマスターいるんでいい感じですね。バフのかけ直しが比較的簡単に済むので、まあ、そこはやっぱり即戦力として、まあ、前衛が復帰しやすいという感じです。まあ、そういうわけで、アトラスネオ。まずはこちらの雑魚敵からなんですが、まあこんなもん強化されたバトマスが一瞬で蹴散らしてくれるんで、はい、ていうか今回バトマス他には、ダルタニアンさんがバトマスなんで、まあ2人のバトマスの力を合わせながら頑張っていきましょう。うっちょ、ランドインパクト、ちょ大丈夫かこれ、あすいません、ほんますいません、ほんますいません。まあこういうことあるんで、死なないことが火力っていうのはまあ知ってるんですけどね。まあ、ただ元の火力がえげつないんで、ちょっとたまには調子乗ってしまうのがすいません、バトマスなんで申し訳ございません、すいません、ほんますすいません、危ない。はい、というわけで倒しました。まあ、割と時間かかりました。2分20秒かかりました。まあ、最近のこういった雑魚敵ってだいたい数十秒で終わっちゃうことがほとんどなんで、まあ、2分ちょいって最近だと結構長く感じますね。はい、まあ次はまあ残り2体いるんで、バズズとベリアルが、まあそいつらもサクッと倒していきたいです。はい、というわけで続いてはバズズエリートなんですが、ちょっとここで自分の MP がマジでなくなってきちゃったんで、まあちょっとここいらで回復しておきますか。回復ポイントが途中途中ないんで、なのでそこだけやっぱ注意ですね。まああとはもうこの時点で言っちゃうんですけども、指導でおすすめの職業ですね。まず一つ目がバトマス。まあこれなんかはやっぱ火力職としてめちゃめちゃ優秀。まあ、もちろん他の火力職でも全然 OK だけど、魔物使いに関してはちょっと火力は出しにくいかもしれないです。まあやるとしたら武闘家かバトマスら辺でしょうね。
まあ、あとは、まあ、補助職みたいな感じなんですけども、レンジャーとか道具使い、これらはガチでおすすめ。レンジャーなんかは守りの切りができるんで、指導のブレス、めちゃめちゃ強いやつを無効化できます。まあ、なのでそこもかなり強いし、道具使いなんかもマジックバリアとかを貼れるわけなんで、まあ、あの初心者のそのカバーもしやすいということですね。まあ、あとはそのデスマスターとか僧侶、まあ、個人的にはデスマスターで回復来てくれるとめちゃめちゃありがたいです。まあ、あのさっき言った通り、復活してからすぐにバフがかかるんで、結果的に火力が出せるというわけですね。まあ、なのでそちらの職業が揃っているのであれば、まあいい感じに立ち回れるんじゃないかなと思います。まあ、間違ってもあのスーパースターとかで来ないようにしてください。あれはさすがにちょっと火力面でマジあの不安なんで。結局指導って10分しかないし、あいつベホマ使ってくるんで、それらをやっぱ考慮すると、中途半端な戦士とかあの辺ってぶっちゃけ言うと結構足引っ張ってんすよ、火力面で。まあ、なので指導に関しては火力職でガチガチのやつできた方が、まあ、あの倒しやすいということですね。まあ、もちろん好きな職で全然来てもらっていいんですけども、まあ、ただ倒せるか倒せないかで言ったら、まあ、間違いなくスパスタとかなんかそういった遊び人とかで来てしまうと、火力面で中途半端になって倒しにくくなってしまうというのは事実なんで、まあ、そこだけやっぱりはっきり言っておきます。まあ、ちなみにあの魔法戦士とかめちゃめちゃいいように感じるけど、魔法戦士って指導に関してはちょっとあいつ結構耐性あったりするんで、まあそうなると結構相性悪くなっちゃうんですよね。フォースブレイクってこいつの属性値をマイナス 50% とかマイナス 100% するわけなんで、仮にあいつが属性耐性が 0.75% あるとすると、まあフォースブレイク小成功やったとしても 1.25 倍の火力にしかならなくなってしまうんですよね。まあ、なのでそういったところで、まあちょっと魔法戦士って相手に耐性がある場合は少し微妙になってしまうので、まあそこだけちょっと注意。まあもちろんパーティープレイとかであれば魔法戦士って結構火力出せるんで、まあそこはやっぱりまあいい感じに、いい塩梅にちょっとやってみてください。よし、おいしょ、倒しました。まあそういうわけで、まあこの辺はサクッと勝ちたいですね。ここで正直5分とかそれぐらいかけているようじゃ、ぶっちゃけ指導、正直倒すの難しいかなと思うんですよね。あいつの HP 実は50万ぐらいあるんで、まあめっちゃ硬いんですよ、あいつ実は。なので、まあここはサクッと、まあ2、3分で倒していきたい感じはあります。さて、最終決戦、やっていきましょう。毛下げりにしていきましょう。おらー、ちょ待って、グレンチョウの切りを少し待ってから、よっしゃ、毛下げりじゃー。まあこいつの HP が50万あると思って、ちょっとマジで、一発俺がどれぐらいダメージ出してんだ、これ3000ダメージですね。なので俺がこちらを、まあ、100回ぐらい天下無双すれば終わるということですよ。まあ、他の人の火力もしっかりこう考えて、俺が30万ダメージ出していくんだぞということでちょっと意気込んで、もうこの時点でもう俺天下無双6回ぐらいしてるわけですからね。まあ、ていうか今回料理食べてないですね。あ、この叫びに関してはできれば避けた方がいいんだけど、結構きついっす、避けんの。まあ、なので、痺れた。大丈夫。これに関しては痺れが結構短い。麻痺はね、あの、混乱とかに比べて、ほら、結構痺れ短いんですよね。なので、まあ、割と大丈夫。混乱に関してはいつもの通り、解除しないと1分ぐらいずっと混乱しっぱなしなんで、まあ、そこはしっかりと体勢はつけていきたい。まあ、このさっきの叫びがね、結構頻度高いんですよ。なので、まあ、そちらの混乱体勢は前衛は必ずあった方が、まあ、いいって感じですね。まあさっき言った通り、お金に余裕がない人はまあなくても大丈夫、行けはする、まあ、周りの人が何とかしてくれはするから、まああとは避ければいいだけの話なんで、なのでそこはうまいこと自分の腕前を信じていい感じにやってみてください。よし、レボルスライサー来た。これも毛下げりタイムですね。俺の火力が単発800ぐらい出てますね。すると6が4800、まあ5000ダメージ近くは出てるということになる。やば、ちょ、やべ、今の一瞬で俺1万ダメージぐらい出してんだけど、やばすぎ。あ、ちょ、なんかずっしードをくれました。押せということでしょうか。まあとにかくあの怒り取ってる人の前に出るってことですね。まあこうすることで、あー、ちょっと待て、ちょっと待て、なんか稲妻とかやばそう。大丈夫、ここはしっかりと、まあ、あのターゲットの人見てその人から離れてください。で、あとはもう、あ、一括してくれてますね。これ一定確率で効くんで 30% ぐらいで、あ、やる前に死にましたあるあるですね。自分もちょっと間に合うかと思ってて、まあ、今近くいたけどちょっと離れるべきでしたね。すいませんでした。まあそれでもこの時点でも結構 HP 削ってんじゃないですかね。まあもう3分間ぐらい削りまくってるわけだし、ちょ、なんで死んだ俺今、なんか指導のターンエンドの痛恨もらいましたね。
あ、道具使いさんが俺にバイキルトをくれてるんで、これはしっかり見る。ここでクイックアーツなんて被せたら道具使いさんガチで萎えますからね。まあなので、まあそういったパーティーが何をしてるかもしっかりと見て、まあ要は味方を萎えさせないプレイをしてください。ちょ、危ねえ、連続ドルマドン、これ食らったらマジは、うっ、なんで、わっ、俺にだけ通行多くないか、おかしくね、ちょ、確率おかしいだろ。まあ、この時点でも黄色とか言ってるとすごく安心なんですけど、ちょっとまだ言ってないので、ガチでガチめに、てかぶっちゃけ今攻撃できてる人が少ないっすね。まあバトマス2人と、あとなんだろう、主力の火力が武闘家か、それぐらいしかいないんで、まあ、3人で50万って結構きついよな。なんで、ちょ、通行多くねこいつおかしいだろ。あ、デスマスターさんありがとうございます。この時もデスマスターさんが蘇生してくれたということをしっかり見て、自分にバイキルトがかかっているんで、ここでクイックアーツなんてやってしまった日には、もうデスマスターさんはもう二度と蘇生したくないと思ってしまうんで。なんで、ちょ、範囲広くねこれ。でも大丈夫、麻痺は大丈夫っす。さっき言った通り硬直がめっちゃ短いんで、ほらもう治ったでしょ。起き上がる直前にもう治るぐらいなんで。まあ、あとさっき前半部分に食らったそのヘビにらみ、あれの麻痺なんかは、まあ、10秒ぐらいはやっぱかかるんで、まあ、そこだけやっぱ欲しいんですけど、麻痺耐性は。ただ、HP が 75% ぐらい切った時にもうヘビにらみしてこなくなるんで、まあ、そうなると前半しかいらなくなる耐性ということなんで、まあ正直、まあ優先度はめっちゃ低いですよね。まあ麻痺つけたとしても、叫びで、まあ、結局起き上がる前に治ってしまうわけなんで、まあ麻痺いらないと。よし、ここで、けさ切りタイム。背中を取れてるんでダメージが 1.5 倍です。よし、けさ切れ。こうやってしっかりと白チャットでみんなの士気を上げていきましょう。お前はダルマ、お前はんダルマ、よし。てかもう HP 黄色いってますね。まあなので割と火力面では余裕があるといった感じでしょうか。流星が来たんでここは離れてちょっとプラズマやろうと思ったけど、思いのほかあいつがど真ん中にいるので、よし、ここならいける、安心安心。よいしょ。で、なんかやばそうなんで、一瞬なんかやばそうという雰囲気が分かったんで、ここはしっかりと離れていただいて、よし、テンションバーン使いの。で、さらに最下の陣を引いて、よいしょ。そして、けさぎりタイム。けさぎりタイム。よし、ここ無双で、おら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 。できれば誰かルカニとか入れられる人入れた方がいいっすね。結構ルカニの影響ってでかいはずなんで、てか聞いたはずなんでこいつ。まあ、なので、まあ、できれば誰かルカニ入れてくださいね。誰が入れられるこのパーティー。まあ、レンジャーぐらいしかないけど、まあ、爪でペチペチするぐらいしか入れる手段ないですね。よし、自分が怒りの時はしっかりと下がる。誰かがロストアタックをしてくれることも期待しながら。そう、こいつは怒り状態だとベホマしてくるんで、なのでまあできれば怒りは引っ張ってる最中は、まあやっぱこういい感じに、まあタイミング見計らって解除してほしいんですけど、まあすぐにロストアタックの方がいいっすね、やっぱり。まあベホマ使われたら終わりなんで正直。よし、いいぞ、ここで最後のガジェット。俺がここで火力を出していくことによって、シドをさっさと倒すことができる。ちょ、いける。ちょ、ここ今、けさ切りタイム。ちょ、やばい。ちょ、けさ切りタイムだけど、ちょ、誰か。誰か、ちょ、あれやってくれ。ちょ、ベホマやられる。ベホマやられると99,999回復されるから、ちょ、危ねえ危ねえ、大丈夫。あ、でも前のベホマっていうか、前作っていうかさ、他のナンバリングのベホマと違って HP 全回復ってわけじゃないんで、あそこは安心ですね。ちょっとごめんなさい、俺なんか地雷プレイしない今。あ、え、ちょ、なんでなんか倒しました。デュアルカッターでしょうもなく死んでいきました。音もなく倒しましたね。まあそういうわけで6分38秒で倒すことができました。実装当時であれば結構倒すの難しかったんですけども、まあ今だと比較的簡単に倒すことも可能なので、まあぜひとも福引券やるだけで40枚もらえるということを考えれば、まあやるしかないでしょう。時の推奨ありがとうございます。というわけでいかがでしたでしょうか。今回やったのは指導なんですけども、こちらがですね、11日までやってるんで、まあそれまでにあれば福引券40枚もらえるわけなんで、ぜひともやってみてください。で、あとはこちらなんですけども、まあ毎月天の日がうんたらって言ってるんですけども、天の日のイベントはあくまでも別ということなんで、まあそこは勘違いしないようにしてください。指導のイベントは指導、天の日はまた天の日で別にあるんで、まあ要は天の日に指導のイベントはないということですね。まあ、混合しないように、こちら運営さんも注意喚起しておりました。そういうわけで今回の動画面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。